蜜蜂ってすごい。蜂蜜は蜜蜂が花の蜜を吸うことでできます。蜜蜂は蜜を吸い持ち帰る際、飛びながら体内にある酵素で、下等と初等に分解します。巣についたら仲間の蜜蜂に、蜜を受け渡し、貯蔵します。受け渡す時に初めて空気に、触れさせて、余分な水分を飛ばします。そうすることでとろりとした蜂蜜が、できます。女性ホルモンを増やす食べ物、意外と似ている?蜂蜜と味噌の効果。蜂蜜と味噌、実は効果にも共通点が、多いのです。まずは整腸作用。お通じが乱れがちな女性には、嬉しい効果ですよね。そして、疲労回復に有効な脳の、活性化や傷を修復する作用、美肌作用など、特に美肌作用は高い保湿成分で、皮膚バリア機能を高める効果が、両方とも効果が万能な上、どちらも美味しい。この二つを合わせれば、まさに怖いものなし。蜂蜜味噌の作り方。なんと味噌に蜂蜜を混ぜるだけ。分量は味噌 200g に、対して、蜂蜜 100g。2対1の割合です。お肉に塗って焼く場合は混ぜるだけで良いですが、野菜のディップなど直接食べる場合は、混ぜてから焦げない程度に火にかければ、香ばしくなって、より一層美味しくなります。おすすめは焼きおにぎり。小さめに作ってオーブントースターで、焼けば、ランチタイムも美肌タイムに、早変わり。簡単に作れる蜂蜜味噌。寒い冬こそ試してみたい一品です。蜜蜂ってすごい。蜂蜜は蜜蜂が花の蜜を、吸うことでできます。蜜蜂は蜜を吸い持ち帰る際、飛びながら体内にある酵素で、下等と初等に分解します。巣についたら仲間の蜜蜂に、蜜を受け渡し、貯蔵します。受け渡す時に初めて空気に、触れさせて、余分な水分を飛ばします。そうすることでとろりと、